使い道がないかもね。そうそう、恥ずかしくて、恥ずかしい時、何かを間違えて恥ずかしい時に使う。そっか、私がどんな行動をしてもみんなは可愛いと思ってくれるんだ。すごい心が広いですね。切られてももうそれは嘘や。マジか。みんな心が広いですね。私と同じように。なんか嬉しいよ。切られてご褒美、切られてご褒美の人はどういうこと？切られることがご褒美なの？そんなことあるの？確かに。あんまり、痛くしないけど、でも100人目とかの人は結構もうおかしくなって委託するかもしれない。うん、だんだんおかしくなるんだよね。あとを残してほしい。もうさ、もうすごいね、めっちゃ痛いよ。めっちゃ痛いっていうか、あれよね、多分なんかエンジン前にするさ、背中を叩くやつとかも、あれ結構強い人さ、めっちゃ赤くなるなってる気がするんだよね、背中が。私は一回ほんとめちゃくちゃ強いパワーで、めっちゃパシーンってされて、なんか結構さ、背中ってさ、戦えたらさ気持ちが入る、なんだろう、やる気が出るみたいな言うやん。でも私逆になんか、そう、背中に響きすぎてなんか集中できなくて一回そのステージ出る前に今してもらったものの、なんか背中の痛みがすごい残って、なんかずっとジンジンしてて感じで敵やったからそうそう、気になって気になって全然集中できんなって敵やったから、それから一回もしてもらってない
そうなんや。誰だったかな、めっちゃ強かったよまさかの逆効果、逆効果すぎる。基本と時々すごいすごい音が鳴ってる時があるんですよ。普通こうなんかドンとかなんですけど、パシーンみたいな時あってえ今の何の音背中叩く風潮あれよ、あの気合が入るみたいな、背中を叩いてもらってこう元気が出るみたいな そうだよ。だからね、強い人は本当になんか、うん、振動体が全体がなんか振動みたいな、うん、ライブどころじゃない。そうでもそう、緊張はを忘れるかも。緊張しなくなるかもしんない。呼吸しにくく呼吸しにくくなる。緊張しちゃうときはいいかもね。でもそうだね、立ち位置とか覚えたこと全部飛んでいきそう次なんだっけ。うん、私はもうしてもらってないですね。するときはあるけど誰だったんだろうな。ステージでこけたことあるっけ？あるかもしんない。どうやろう。ステージで靴が壊れたことはある？うん。滑りやすいステージがありますね。叩いてって言えることもあるよ。靴飛ばしたことはない。いいじゃん。どうだろうね、リリーベこの前の愛媛は結構滑りやすかったんですけど、叩いて。ああ、雨は滑りそうですね。ん？見てない。ですね。
いろんな人がいるんだな。新発見。うん、怒られたい人いますよね。怒られたい人とか、あと暴言吐かれたい人暴言吐かれたい人もいる。難しい。何々って言ってくださいって。そう、言ったことない言葉とか。そうだ。どうなんでしょうか。なんて言ったっけな。なんて言ったっけ。なんだっけ。うん。でも言ったよ。うん。なんだったか。でもそう、そんなそんなひどいことじゃないですよ。そんなにひどい言葉じゃない。でもね、時々だって名台詞とかでも、なんだろう、お兄ちゃんって呼ばれたい方とかもいますよね。お兄ちゃんコレクションお兄ちゃんコレクションいますよね。え？あ、そうなんだ。夢なんですね。私、うん、お兄やんはお兄ちゃんって呼んでる。お姉ちゃんになってもらいたい。おお、確かに時々お姉ちゃんって呼ばれる。いろんな家族になってる。やんねえ。いとこはいないですね。
いとこになってほしいはいないですね。それもおかしいけど。お姉ちゃんっぽさと妹っぽさがあるのかな、私。うん、いとこいとこ枠。まあ確かに真ん中っ子だからね、いろんな役回り。甘えたいか甘えられたいかで変わりそう。そう、私どっちにもなれるんですよね。どっちも OK。 どっちも OK。でも私本当は甘えたい派ですけど、本当はね、本当は甘えたい派なんですよ。甘えたい 100% なんだけど、でも、うん。甘え、ど頼られたら、なんか、何でもしたくなる。ですよね。だけどそう思ったらどっちもかも。そう、やんねー。やんねが出る。ですよね。うん。どっちも。どっちの心もあるね。泣いてる子がいたらもうほっとけないみたいな感じ。解けません。私猫ちゃんとかワンちゃんとか飼ったらめちゃくちゃ可愛がる。けど本当は甘えたい。
ぱり私尽くすタイプなんだろうな。そうだね。だからファンの方のこともそう可愛がって可愛がるとちょっとおかしいけど、そう、そういう感じですよ。可愛がってるね。でも、でも結構ね、あのね、なんて言うんだろう、ファンの方は私の中でこの壁がなんだろう、壁がないって感じ。壁がないですね。あ、ラップは、そう、ラップはあるけどラップはあるけど壁はないですね。だけど壁だけで言えば家族と親友ちゃんとファンの方って感じ。素を見せてる、見せられる人、見せてるって感じ。本音も言えるし、気使うけどちゃんと本音は言うみたいな。何でもいいよ。なんで嫌なことも、うん、いいよみたいなとかじゃない。ちゃんと嫌なことは、いや、ちょっとキムじゃないかなみたいな言ったりできるもんね。とか、喧嘩ね、喧嘩か、あんましないですね、喧嘩。私喧嘩したら結構あの人間関係の終わりかもしれないんですよ。そう、私にとって喧嘩はもう、そうだね、週末を意味するかもしれない ですね。怖いね、怖いね。
喧嘩した人とまたなんかまた話すことないかも。仲直りとかあんまりないかも。うん、喧嘩しないもんね、まず。喧嘩ね。どうでしょうかね。でもこう本音を言い合えるっていうのはいいと思いますけどね。自分から何かをしたことがない。感じですね。そうよ、めっちゃ可愛かった。ありがとう。最後に食べようと思っていても食べられたら怒る。いや別に怒らない。なんで食べたのって聞く。うん、理由知りたい。お腹空いてたから。おお、じゃあいいよ。じゃあいいでしょう。本音で言ってくれたら怒んない。嘘だったら怒るけど。でも私そう、嘘が結構苦手なんですよ。嘘とドタキャン。嘘とドタキャンは結構苦手ですね。
あ、裏切り、裏切りもちょっと。ドタキャンされたこといっぱいありますね。嘘も嘘もわかる。あ、嘘だなーってわかるから。それ以外は特に何もそんなに思わないかな。優しい、うん、優しい嘘はね、いいけどね。優しい嘘はね、ドタキャン、あ、ドタキャンも理由があったら全然いいですね。でもなんか、あ、ちょっと急に気分がみたいな、そういうなんか、その気分じゃなくなりましたみたいな、え？寝てた、あ、寝てたも全然いい。本当に寝てて で、今から準備するとかなら全然いいけど、寝てた、やっぱ今日はなしでみたいなとかあったら、え？え？別にその怒んないけど、次からはもう誘わんどこうって。なりますね。人間関係とはそういうものですよね。信頼関係は大事や。私結構信頼関係大事かも。人間と関わる上で。なんか信頼できる、こう、好きになるって信頼関係じゃない？なんか。好きになる、信じれる。っていうのも好きになるっていう一種の理由だと思う。この子なら私の味方になってくれるみたいな。で、そういう時になんかこうちょっとなんか信頼が崩れると、なんかちょっと変わってくるみたいな。待つことは全然苦手ではないですね。全然待てるよ。どうだろうね。なんか私結局その何回裏切られても、なんだろう、頼られたら全然何でもしちゃうからな 結局私って。
その繰り返しかな。結局そうなっちゃうね。そうなんですよ。自己犠牲、自己犠牲の結局こう困っている人を、うん、そうですよ。でも嫌な思いになった時は嫌な思いをさせた人認定はある？認定はある。うん、認定はしてるよ。解除されるかな。でも結構、うん、確かに。ポイント制かもしれないですね。ありがとう。どうされたら嬉しい。私結構どうだろう、シンプルだと思いますよ私。そう、私そうだよ。自分を好きな人が好きだから。好き、自分を好きな人が一番好きなんだよ。シンプル。でもなんかこう、うん、あんな方はだからシンプルに私のことを好きだから私も好きだなってなる。都合がいいとかないじゃん。都合のいいとかの関係とかじゃないから。ですね。心理。なんか私って都合いいなって思っちゃった時は悲しいけど、人間関係で。
ね。でもそれを分かりながらも優しくするっていう。悲しいよね。でも人間関係ってやっぱそういうのもある。あんな方はそういうのないから。でもあんな方はだから勝手に私がこの信頼関係を持ってるかもしれない。好きになるということは信頼関係なので。愛の重さ。うん、単押しじゃなくてもそうですね。信頼してますよ。そう、ずっとこう好きでいてくれるっていう、なんだろうねって思っちゃうんだよ。愛の重さトークしてますね。そういうことなんだろうなって最近ね思ったんですよね。期待してる。期待してるからこそこう期待してるってことは好きってことで、やっぱりそういう期待してるからこそちょっと違う自分が思い描いたことと違うこうことになったら、え、なんか違うって勝手にこう自分の中で思ってる。でも期待しなかったら傷つかずに済むんですよね。そうなんや。期待してなかったとこから思わぬことが起きたら、え、みたいなっていう時もある。そうそうそう。
そうなんですよ。だからもう人間だなって思って、そういうのも。だからそれも認めるしかないなって、そういう感情も。そうなの。と思いましたね。そうなんですよね。難しい難しい。勝手に描いてた。でもそう、その中で一つ導き出したのが、こう、好きだから信頼しているんだっていうことなんですよね。からのこう、信頼できるから好きなんだっていうのあります。そうってね、そうなんかね思ってました。お風呂入りながら考えてました。結局ね、結構お風呂入ってる時はいろいろ考えますね。あのね、格言も思いつくし。そう。そうだよ。お風呂で、そう。考えつく。人間ってこうだなーとか。これが人間かーって。でも結局さーって、ほぼほぼまあいいかーでなんか解決できる人間の悩み。まあいいかって言ったら、もうな、まあ良くなる。なんでこうなったんだろう。まあいいかって思ったら、本当に本当に良くなった。そうだよ。なんかあんまり考えすぎたらね、そう、良くないらしいから。
外と自分の考えすぎっていう時もありますからね。そうそうそう、そうそう、お母やんもよく言ってるしねでも私も心配性だよ。でもね、心配性ってすごいいいことらしいよ。心配性な人はすごいいいんだって。てか負の感情こそないとダメだからあるらしいよ、人間には。負の感情いらないなって私思ったけど、なんか負の感情こそないとやっぱりいろいろバランスが、うん、いいことなんよ。そうなんよね、私はめっちゃ心配性だよ。うん、それも最近ね、そう調べてて調べててから見ました。負の感情は必要だから存在しているんですって。だからあ、よかったんだって。そうそう、でもプラス思考の方が幸せにはなれるよね。幸せだよ、私幸せですよ、今が一番幸せだから。本当に人生変わってます。ね、幸せでいようね。幸せでいよう。ね、プロポーズしてないです。プロポーズしてないです。そう思っちゃいましたか。そう思っちゃいました。いやー、されたいですね。私はされたい派なんで、したくないです。
したくないです。家でもそうですね、幸せにはなりたいですよね、共に。限りある時間長生きしてね。私も長生きするから、多分。やっぱりその推しのこう、推しに対するこうときめき、ときめきは結構長生きの秘訣になると思います。やっぱときめきは人生の中でめちゃくちゃ大事らしいです。そうそうそう、ときめきが脳内にめちゃくちゃいい成分があるらしい。これも何かに書いてあった。そうだよ、今日本当にちょっとめちゃくちゃコンディションいいかもしれない。今日コンディションいいかもしれないな。今日メイクめちゃくちゃね、うまくいったん。もう全体的に。ちょっと痩せた？痩せたのもある。痩せたのもあるかな。スクショ。
今日ちょっと今日いいかもしれない。ああ乗ってんねーって言われたらちょっとやめようかな。それとはやめようかな。クマありがとう。あ、ナオさんめっちゃ可愛い、ありがとう。めっちゃ可愛いと。天の尺モード。それとはな、すいません。難しいんですよ、私の扱い方が。難しいでしょ。でもシンプルだよ。だから難しいようで簡単かもしれない。そう。そうだよ。毎日かわいいなって言っとけばもう大丈夫だから。なおさん。ありがとう。めっちゃ可愛い。ありがとう。でも本当になんか人って可愛いって言われたらどんどん可愛くなるんだって。とっても可愛いよ。え、らしいらしい本当に。そうそうそうだよ。だからみんな好きなメンバーには可愛いって言ってからどんどん可愛くしよう。でもあんまり言われすぎたらちょっと照れるかもしれない。
んな可愛いと思うメンバーが違うんですね。みんな人によって違うんですね。でも分かるよ、可愛いってそうだよ、人によって違うから。可愛いは本当に可愛いって思ってるんだよ。だからでも人によって違うんだよ。美人はもう何、あ美人だねってなるじゃん。でも可愛いは本当に人によってめちゃめちゃ違うんだよそう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 、いやそうなんですよ。あれ何じゃ買った？よし、眠った。なおさん、みうらっちさん、まいせんたん、みつるんさん、けんたろうちゃん、まつさん、なりさん、まっぴーさん、あぶてつさん、ぜいちゃん、神戸のひっきーさん、おのぴーさん、しゅうさん、ぽてっちさん、まなべーさん、ゆうすけさん、とっとり太郎さん、こっぺさん、かたむつりさん、せいやんさん、ふじぽんさん、おうさむさん、あるだんさん、ふたてさま、きちねさん、きむこさん、いなっちさん、なるかりさん、ときわさん、あおちゃん、としささん、まささん、たいささん、さとしさん、ありがとう。イエーイ、イエーイ。今日はいろんなことを話しましたね。イエーイ。はい、納豆の日。あれ雷なくなった？雷なくなった？いい。どうでしょうか。そう、雷鳴ってた。
アップになるだけで喜ぶ。それで喜ぶ。これだけで喜ぶ。マジか。助かってる、助かってるわ。ドキ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 。みんなシンプルだな、みんなシンプルだな。私もシンプルだけどみんなもシンプルだな。なるほど、かわいいですね。一回アップで目を閉じてください。どういうこと？一回アップで目を閉じてください。どういうこと？何をするつもり？12秒ぐらい。おや、これはまさか。12秒待って、嫌ですね、それは。それは嫌です。ちょっとキス顔 NG ですね、私。キス顔 NG なんだよな。あかんべ。あかんべもうちょっとあんましたことないですね。私舌出しもちょっと苦手なんですよね。可愛く舌出しできないんだよね。なんであんな世のアイドルは可愛く舌出しできるのか。ウインクも苦手なんですね。そう、テーペロできない。ウインクかわいい、かわいい。できたらかわいいんだよね、ウインク。できんかったらなんかえってなる。できたらいいんだけどさ。かわいいの？え？両目ウインク？両目ウインクって何？両目ウインク？できない。こっちの方がいいかな、私。
めっちゃ遅いウィンクめっちゃ遅い人。両目ウィンクで口笛吹いてダメですよ、夜中に口笛吹いたらダメですよ笑かっこ笑。じゃあねー。バイバーイ。